ということで、はい、今のモーニング娘。メンバーを知っていただこうということで、はい、いよいよこの4人の中の最後ですね、はい、締めですね、鳥鳥石田由美ちゃんでーす。私石田由美はモーニング娘。で初の東北出身者で宮城県出身なんですけど、はい、その宮城県にいた時からずっとダンスを習っていて、私はモーニング娘。に入る時にダンスだけが取り柄で入ってきたぐらいダンスには自信があります。そして10期メンバーでもうすぐ加入してから2年が経つんですけど、はい、なんだろう、自分の中でこう昔と変わったなって思うところは、だん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 自分のキャラが出てくるようになってきて、周りからはよく滑ってるよって言われます、うん、あのだから今も滑っちゃったけど、滑っちゃったけど空気がね、そこまでいかないんだよね。なんなんですかね。だからこういう鳥とかもあんまり任されたことないのですごい緊張してます、うん、あとさ、あの石宮ってさ顔が赤くなるよね、赤面じゃありますね。テレ屋さんなのかな、なんだろう、自分でも顔が熱くなっていくのが分かるんですけど、それを抑えることはできない。まあそうだよね、そうだからね。なんかギャップですよね、あの強気な性格でこう負けず嫌いって言ってるのに、うん、照れたりとかすると顔が赤くなるって、そうだね、そういうギャップ萌えがいいんじゃないですか。ありがとうございます。瞳が綺麗だと思う。茶色くて、めちゃめちゃ言われた。本当になんか茶色くって、うん、なんか色素が薄いよね、はい、そうですね、なんか芸能人の瞳って感じ。特徴がね、一番小さいんだよね。そう私の見つけ方としては、はい、モーニング娘。の中で一番この子ちっちゃいな、そしてダンスにキレがあるなって思ったら、もう石田由美って考え方でいいと思います。確かにダンスキレッキレだもんね。はい、もうキレだけが自慢です。なんか昔は表情もキレッキレなイメージだったけど、はい、最近はちょっと優しい顔をするようになったなって思う、昔に比べて。なんか昔はもっとなんか頑張ろうっていう感じがすごいしてたけど、今その頑張ろうプラスなんかちょっと余裕が出てきてる感じ、いい意味の。はいはい、全然こんなことないですもん。道重さんに今こう目を見てどんどんいいこと言ってくださったんですけど、こんな目を見てお話しすることないんで。え、あるでしょ普段。普段どんだけ会話ないのと思われるじゃん今の発言。していただいてるんですけど、でも石田は本当照れ屋だよね。じゃあもっとあの私社交性がないっていうのも自分の悪いところだなって思うので、それももっとたくさんできるように頑張ります。いいんじゃない、それぞれキャラがあってね。あ、そうですね。きっとこれを聞いてくれた方は、はい、この4人のキャラが少しはね、はい、分かってもらえたんじゃないかなって思いますけどね、はい、他にはモーニング娘。のメンバーはあと6人いて、今10人体制なんですけど、はい、福村瑞希ちゃんと同期の9期メンバーは生田絵里奈ちゃん、そして鞘師里保ちゃん、鈴木香音ちゃん、はい、そして、石田と飯窪の同期で10期メンバーは佐藤正樹ちゃんと工藤遥香ちゃん、うん、工藤が最年少で13歳。はい、ねえ、だってなんか宿題の話とかさ、学校の話とか、ね、なんか体操着で美容室行きましたとかさ、なんか何やってんだって感じで、なんか若いっていうかやんちゃだなって少年っぽい感じで、ね、はい、そういうことが可愛いなって思います。そしてあと11期メンバーの小田さくらちゃん、はい、まあ、小田さくらちゃんが今一番後輩になるんですけどね、はいはい、またしばらくはこの10人で活動していきたいと思います、はい、これからもこの10人を応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。